高尾駅です。実はこの駅に多くの外国人が訪れるということなんです。電車が到着すると、あ、いた、かなりがっちりした男性外国人の方降りてきました。やっぱり外国人の方続々と降りてきましたね。アメリカ、ニュージャージー。初見先生に教えを請うたのさ。世界的に有名な人ですよ。驚くべき素晴らしい先生です。彼らをこれほどまでに興奮させる存在とは一体。後をついていくこと10分。あ、ここなのか。建物の前に大勢の外国人が集まっていた。さらに後ろからも続々と来ています。結構すごい人数になってきましたね。皆さん相当たくましいし眼光鋭いですよ。集まった外国人たちが次々と建物へ吸い込まれていく。中には玄関先で着替え始める外国人も。一体ここは。許可を得て中に入ると、中はですね、ご覧のようにもびっしり外国人の方で埋め尽くされています。50畳の部屋にぎゅうぎゅう詰め、なんと300人近い外国人が。その中心にいるのは紫色の髪をした日本人のようだ。皆さんが行列を作っている状況ですね。絵とか文字を書いています。こちらの外国人が書いてもらったのは水墨画。書道や水墨画の集まりかと思いきや、この動きは一体。85歳の初見正明さんは現存する忍術の流派戸隠流の34代目継承者。この場所は彼の道場だった。これは背後からの攻撃を察知する忍術のテスト。続いて挑戦した女性は、そしていよいよ初見先生が指導に。まずは武器を持った敵に素手で立ち向かう。ここの訓練は軍の人間かどうかではなく、どんな職業の誰にでも役立つよ。僕の人生を変えてくれた人だよ。彼の訓練を受けていなかったら今の自分はいないと思っています。外国人が偉大な忍者と尊敬してやまない初見さん。これまでにもアメリカの FBI やイギリスの特殊部隊 SAS などで指導を行ってきたという。国防省に勤めています。これはスポーツやフィットネスではなく実践に役立つと感じています。例えば敵が襲ってきたら、私が前に出てこんな風に VIP を守ります。それにしても道場はまるで芋洗い。稽古ができるのか疑問に思うのだが、初見先生は、これだけいらっしゃるともうちょっとスペースがあった方がいいのかなとか思ったんですが、まだ半分空いてます。上が空いてる。忍者は環境に応じることが大事だ。さすが伝説の忍者。道場を開いておよそ40年、やってくる外国人は年間数万人にもなるという。一方こちらは東京浅草駅の路地裏にある小さな